811系電車は九州旅客鉄道の交流近郊系電車。北九州、福岡大都市圏における快速列車の増発と421系の置き換えを目的として1989年に登場した。1993年までに4両編成28本、合計112両が製造された。1989年7月に開催された。 アジア太平洋博覧会、ヨカトピアの開催に合わせ、デビューした。前車南福岡車両区に配属されている。2016年より車両のリニューアル工事を行っている。いかに例ダイ新造時の構造上の特徴を示す。バンダイ区分ごとに異なっている仕様については、バンダイ区分の不死で記述する。車体は、軽量ステンレス構造。 両開き扉が片側3箇所に設置されている。全扉、または中間扉のみの選択開閉が可能である。扉の間に任意の位置で窓の開口が調整できるバランサ付きの一段加工窓が3枚ある。車体の大部分は無塗装であるが、側面層下部に青色と赤色の帯が互い違いに配されている。前頭部は白色塗装をした。 普通光及び FRP 製となっている。これは211系などの3面を折れ形にカーブ面を取り付けスピード感を出したデザインとなっている。また、運転台直下にはニューラピットトレーン811の赤いロゴが貼られている。戦闘車前面には貫通扉を設けているが、非常用のため、フォロもフォロ枠も設置されていない。 通常器は編成間の貫通には使用されない。車両番号は登場当時の783系と同様のイタリック体フォントを使用している。なお、783系はリニューアルにより四角囲みとなったため、イタリック体フォントは811系のみとなっている。車両番号の前には JR ロコが描かれている。主回路制御方式は、 河川からの交流 20K 分を周辺圧機で、高圧した上で、サイリスタで構成された複数のブリッジ回路により、整流制御された直流電源で、直流電動機の MT61QA を駆動する、サイリスタ操制御である。主管制御機、マスコンで、立行の1から4のチ投入時は95%、弱め開示を行い、5のチ投入時に70%弱め開示制御を。 行う。主回路接続は4機の電動機をすべて直列に接続したものを1回路として、これを2回路並列させた。25%パーミルのボリ勾配で、MM カットにより 1M でも勾配起動できる能力を持つという。MM ユニットを採用し、M 社には主制御機と発電ブレーキ用の抵抗器が搭載されている。また、MC 社には主変圧器、サイリスタ、 補助電源装置、終電装置が搭載される。デビュー当初は、ク車を開発し二両編成にする構想や換算時に T 車を抜き三両編成とする構想もあった。電気ブレーキは783系の改正ブレーキから発電ブレーキに変更となった。これは、783系の実運用時に換算線区において交流電区間で改正ブレーキを使用した場合、 沿線にある変電所の力率を落とす現象が発覚し、それにより電力会社から受けるペナルティが改正ブレーキによる節電効果を上回ってしまったことからである。また、コストの兼ね合いから電気ブレーキ制御は783系のような無段階制御ではなく、従来の415系などと同じカム軸制御となった。また、時速ロメートル運転に対応するため、 時速 100km 以上からブレーキをかけた際に、制動力を増加させる増圧ブレーキを備える。サイリスタは、主シリコン制御整流装置とも呼称される。一つのブリッジ回路に使用されているサイリスタ、半導体素子は4つ使用しており、8機の主電動機が接続される。冷却方式として、フロン沸騰冷却方式を採用するが、今後は、復活炭素冷却方式を、 採用予定であるとしている。空気圧縮機はレシプロ式を搭載する。補給用の電源として静止系インバータを搭載する。ほか、主変圧機の二次側にある三字巻線も使用する。終電装置はひし形パンタグラフである。上り方先頭車のクモハ810系の連結面寄りに設置している。台車は溶断波が付いた軸箱指示装置が 塩水積層ゴム式の空気はネ式の軽量ボルスタレス台車の DT59A、TR235QA が採用されている。非常時の救援用として、前段読み替え式のブレーキ読み替え装置及び、ジャンパ連結機を搭載し4 2 1三4 2 3十4 1 5百7 8 3系などの車両と並結し相互に制動及び立行が、 可能である。一両あたり消費電力は415系を100とした場合、811系は約70%である。車内の様子快速列車を中心に臨時急行列車にも用いることを想定して、座席は転換式、クロスシートを採用した。モケットの色は青色と紫色の2色で、各席とも左右で異なった色とされ、頭当ての部分は、 独立している。その後座席モケットについては紫色と黒の一末模様に張り替えられた。優先席は頭当ての色が他の座席のパープルに対しグレーとされている。さらに視認性を高めるために2006年末より優先席表示がされた枕カバーが装着された。当初喫煙者であった文字広報戦闘車の雲波810型では 座席横の肘掛けに灰皿を内蔵していたが、1995年に JR 九州管内の普通列車が全面禁煙となったため現在は塞がれている。座席の間隔と窓配置は合っていない。これは415系1500番台と窓ガラス寸法を共通にしたため、各座席には指定席とするための席番号表示器もあり、指定席として使用することも可能となっている。 また乗務員室にオルゴールチャイム装置を備える。運転台左側には簡易的なモニター装置を備え各社の故障の発見、ユニットカットやモーター開放などといった故障時の対応が運転台から行えるようになった。また運転台には ATSDK の装置も搭載されている。冷房装置は集中式の AU403K を 各車両の屋根上中央部に一基設置している。ラインフローファンによる配布方式としている。トイレは下り方先頭車の区波810型に設置されている。便器は和式である。また従来の近郊系電車には設置されていなかった大型くずモノ入れが車端部に設置されている。また運転台後ろには温度計が設置されている。編成は 八代方から区派810系八百811系,系モ八811系クもハ810系の4両固定編成である。サ八811型を抜いて3両編成を組むことも可能であるほか、機器類を若干変更してクもハ810系ク派810系の2両編成を組むことも可能な設計とされたが、2両3両編成は実現していない。車両番号は 基本的には編成ごとに同じ番号で揃えられている。また編成自体にも PXXX の番号が与えられている。P は本系列を示し、XXX は車両番号に対応している。車両に表示される編成番号は PXXX だが正式な編成番号は PMXXX である。M は 南福岡車両区所属であることを表す。また、戦闘車前面に編成番号が表示されるが、多系列と異なりアルファベットと数字の間には、スペースが挿入される。広告車両については別に記述する。区ハ810から2を利用した、運転シミュレーター基本番台。車両両端部以外の座席がすべて転換クロスシートとなっている。百八十九年に、 PM1、PM4 PM、1990年に PM、PM5、PM15、1991年に、PM16、1992年に、PM17 の4両編成合計17本が製造されたが、PM2 編成は2002年に、列車衝突事故により、電動車2両が大破し、復旧されることなく、制御車、付随車も含めてすべて廃車された。 九州鉄道記念館にある本系列の運転シミュレーターはこの事故の廃車体を流用している。PM17 編成の座席仕様は次節の100番台と同一である。100番台1992年7月15日のダイヤ改正を前に製造されたマイナーチェンジ車である。扉寄りにある座席を固定式に変更したことで、 扉周辺の空間が広がり混雑時の乗客の流動が改善され、定員が増加したが、座席数は変更されていない。また釣り革も増設され、定番台より座席の厚みが薄くなった。同改正までに PM101、PM109 の4両編成9本が製造され、1993年3月18日ダイヤ改正前に PM110、 PM111 の4両編成2本が増備された。PM105、PM106 編成は、サハ811系200番台を組み込んでいるが、これについては、次節で述べる。サハ811の201。写真手前の車端部に、トイレがあるサハ811型のみの番台区分で、201、202の2両が存在する。団体電磁列車や、 臨時急行列車などの長距離運用に使用することを考慮して車端部にトイレを設置している。その関係で、定員は140人で、座席定員は52名に減っているが、その他の構造は他社と同一である。201は PM105 編成、202は PM106 編成に組み込まれ、この2本は区派810型と合わせて編成中に2カ所のトイレを有する。 なお、PM105 編成は PM8105 編成に、リニューアルされた際、サハ811-201は、サハ811-8201となり、トイレが撤去され、同時に、検測機器室となった。サハ811-105-106は存在せず、PM107 以降は、サハ811-107のように編成番号と、車両番号は一致している。 リニューアル写真像から30年弱が経過したことを受け、機器の老朽化等によるリニューアル工事を施された車両。2016年7月に入場した PM4 編成に対し、小倉総合車両センターにて実施され、元車番2500をプラスした新車番区分となった。機器類等はべて刷新しており、制御方式はサイリス体操制御から JR 九州では、 初となる、日立製、シック素子とイベット素子のハイブリッドモジュール適用の、VVVF インバータ制御装置を内蔵した、主変換装置に変更された。それに伴い主電動機も、直流電動機から、誘導電動機に変更されており、給電装置もシングルアーム式パンタグラフに変更された。電気ブレーキは発電ブレーキから、 改正ブレーキに変更されている。車内照明も LED 化され、徹底的な省電力化が行われた。結果、811系従来車に対し3割の消費電力削減415系と比較して、消費電力が49%と省電力化に成功した。デザイン監修は、三戸岡英二水三岡は、JR 九州車内設計陣の訓練を兼ねた。 役割分担として、車内の設計者がネットアイデアを最終的に仕上げる、監修に止まった。オールドイズニュー伝統と革新の電車のコンセプトの、元、従来のデザインを大きく変えたデザインとしており、最新機器を搭載した新しい車両であることを表現している。車体は、全面白色、側面ステンレス無塗装を維持しつつも、全面貫通扉及び側面には、 JR 九州の近郊系、通勤型で定着した CT ロゴを新規に配止。側面体は青一式に白線及び白抜き文字でコミュータートレーン811と表記され、811K では表記されていなかった英字社名も追加されている。これらは従来の帯や CT ロゴとは異なり、布端のピンキングの縁取りがされている。また、運転台窓の赤い、 ニューラピットトレーン811のロゴも青いコミュータートレーン811ロゴに変更されている。行き先表示器はフルカラー LED を使用したものに交換されている。配唱器の色は灰色からネズミ色に変更されている。車内は座席が転換式、クロスシートからロングシートへ変更された。これはラッシュ時の混雑が激しくなってきたことに対応するためである。 座席生地は、博多式や小倉式などのような、九州の伝統的な織物をイメージしたデザインの青いモケットとなった。なお、優先席のみ赤いモケットとなっている。天井照明は、LED 照明に変更され、環境に優しい設計となっている。このほか、窓ガラスは、スモークガラスに変更され、カーテンは廃止された。連結部の仕切り戸には、 1> 8 1 3系線1 0 0番台と同様にシリンダーが取り付けられ、上高扉に開閉予告チャイムと、カモイカブに開閉予告ランプが設置された。また、ガラスとボディとの隙間を平らにする加工を施している。また、LED スクロール式案内表示器を設置している。トイレは様式化され、向かい側に介助者用のジャンプシート付けの車椅子スペースが配置された。また、 スリカーも増設された。車両連結面には転落防止ホロも設置された。さらに、クハ810型を除いて車椅子スペース設置改造を行われた編成があり、クハ810型を除く車両の車番及び編成番号がプラス500された2000番台となった編成も存在する。リニューアル第1号は PM1504 編成となり、 2017年3月31日に本選手運転並びにデータ収集のため小倉工場を仮出場した。南福岡比前浜間での本選手運転を繰り返した後再度入場し、4月15日に本出場した。なお、4月27日より営業運転が開始された。2024年までに現存する。 全27編成がリニューアルされる予定である。改造費用は27編成で81億円。営業列車検測装置付き編成、レッドアイサハ811-8201に設置された、電車線路モニタリング装置2018年10月、および2019年3月に、1500番台相当の改造内容に加え、営業列車検測装置を搭載した編成が2、 編成登場している。該当編成は、元 PM105 編成と、元 PM109 編成で、レッドアイと名付けられ、車両先頭の811のロゴの横に、レッドアイロゴが付加され、先頭の CT ロゴが赤いものに変更されている。改造に伴い、営業列車検測装置を搭載した車両にはプラス6000番の番号変更が行われ、リニューアル改造、 車椅子スペース設置と合わせて以下の車号変更が行われている。レッドアイ編成の運用は2020年4月1日から開始された。0番台100番台 PM11 編成はスペースワールドの PR 車両として落成し、ラッピングのまま公衆輸送で近畿車両より出場した。当初、車体には水色の帯が全体にわたって配され、側面中央には スペースワールドのロゴが描かれた。スペースワールドのテーマに沿って宇宙空間をイメージした車内としており、座席はパイロットシートに似せた背もたれの高いダークブルーの転換クロスシートとし、荷物棚の色が青色であること、壁に小型の壁灯を設置しているのが特徴である。1996年秋にリニューアルされ、側面はロゴの代わりにスペースワールドの マスコットキャラクターなどのステッカーが重複され、前頭部は白色から赤色に変更され、座席もケットも張り替えられた。また、ニューラピットトレーン811のロゴは白地で貫通幕に貼られた。当初は快速スペースワールド号に優先的に使用されていたが、当列車が消滅したことにより、他の編成と共通運用となった。2009年1月に、 標準色に戻されて小倉工場を出場しスペースワールド色は消滅したただしこの時点では内装は変更されることなくそのまま使用されていたその後2017年に内外装ともに PM4PM1504 編成と同様の仕様にリニューアルされて PM1511 となり 同年11月2日に出場した。三井グリーンランド色1995年7月21日、三井グリーンランドの PR を目的に外装が変更された。対象編成は P8.9 編成で、車体全体に緑色の帯が配され、三井グリーンランドの PR ステッカーが重付された。内装は変更されていない。配照機の色は、 外装変更の時点から両編成とも緑色だったが、P9 は廃焼機を強化型に交換した際に灰色となっている。現在は P8 も強化型の廃焼機に交換されているが、こちらは緑色とされた。社外スピーカー取り付け工事については口述する。当初は快速三井グリーンランド号に優先的に使用されていたが、 当列車が消滅したことにより、他の編成と共通運用となった。2007年7月に、グリーンランドに名称変更された際、2編成とも、車体側面の緑色の帯を廃止従来のオリジナルの塗装に戻され、広告、イラストステッカーも撤去された。ただし側面トぶクロブのニューラピットレーン811ロゴは損置された。 P9 編成のみ戦闘車全面下部の緑色の帯がそのまま残っていたが2009年に消され完全に現職に復元された2006年 P101 編成に日本テレコムのラッピング広告を施したもの福岡ソフトバンクホークスの選手が描かれていた運用は多編成と共通で2007年にラッピングが撤去され元の塗装に戻っている 文字校レトロラッピング九州鉄道記念館の開館5周年を記念し P8 編成にラッピングを施したもので2008年3月29日から運行されている。主に九州鉄道記念館をはじめとする文字校レトロ地区の建物のイラストが描かれている。運用は他の編成と共通である。2013年8月からは同年8月9日に 九州鉄道記念館が開館10周年を迎えたことを記念して九州鉄道記念館10周年記念のラッピングが施されている。ラッピングには主に九州鉄道記念館に展示してある列車や文字構地区の観光名所などが描かれている。10周年記念セレモニーでは隣接する電流線にて展示された。2019年3月10日、文字港駅グランドオープンに合わせて 運行を開始した。北九州市のゆかりのある漫画家、イラストレーター、渡瀬製造が描き下ろしたイラストを車体にラッピングした。運行予定期間は3ヶ月。上記の他にも、どーもくん、キャッツ、ドラえもんのび太の恐竜2006、ポケモンシリーズなど、期間限定で広告ペインティングラッピングが施される事例がある。 大分地区で運用されていた811系2015年現在以下の路線で運用されている。基本的に、鹿児島本線もじこ駅荒尾駅間の快速列車、普通列車としての運用が大半を占めている。朝夕のみ日報本線や長崎本線での運用も存在する。過去には、臨時休行、日の国の運用末期に、小倉駅、博多駅、熊本駅、 八代駅間での急行列車としての運用に当てられたこともある。日本本線での運用の難言は、現在は嘘までとなっている。以前は再起までの運用も存在していた。2016年には大分地区でダイソー営業を運転した実績がある。かつては佐世保線でも定期運用が存在していた。一方、長崎駅は、 定期運用では入線したことがない。また、八代駅までイベント時に臨時列車として入線することがある。また、九州新幹線部分開業前の試乗会において、新八代駅のアプローチ線と在来線、対面接続ホームに813系と連結して入線した実績もある。2008年現在では、 全編成の配照機が813系と同様の乗務員室昇降ステップ組み込み用型に交換されている。一部の編成では客室側窓の一部固定化改造も施行されているが、落成当初から扉間の中央と車端部以外の側窓が固定式とされている813系と異なるのは車端部から一箇所きに固定式とされている点である。2005年春以降、 社外スピーカーの設置が進められている。また、落成当初はドア周辺のみであった吊り革がドアガンの座席部分にも増設されている。これに伴い干渉する一部の釣り広告枠が移設された。ありがとうございます。